腹式呼吸できますか？ということで本日はサクソフォニスト佐藤信香とお送りする腹式呼吸講座でございます。皆さん本当に腹式呼吸できますか？はい、私はもう全然できますって人と、あ、私全然できませんって人と、本当何のことを言ってるのかも分かりませんっていう人といろいろいると思うんですけれども、今日はこの動画を最後まで見ていただくと、なんで楽器を吹くときに腹式呼吸じゃないといけないのかとか、どうやってやったらいいのか、どうやったら腹式呼吸をできるのかなどなど全部説明していきたいと思っていますので、ぜひ最後まで頑張ってついてきてください。それでは行ってみよう。はい、まず呼吸には2種類あります。まず1つ目はみんな私たちが生活しているときにしている呼吸、胸式呼吸と言います。それはこの肺の上の方が膨らむ呼吸の仕方です。うん、じゃあ腹式呼吸ってどんな呼吸かというと、お腹が吸う時に膨らむ呼吸の仕方なんです。なんかここまでは知ってる人多いと思うんですけれども、じゃあなんでね腹式呼吸の時にお腹が膨らむのか分かる方います？今からちょっとここに骸骨ちゃんを出すので、一瞬ね、怖い人は見ないでください。まずはい、ドン。さあ、このここに肺があるよね。で、肺の下にこのついているこういう風なドーム型のこれ、これがポイントなんです。これは何かというと横隔膜ってやつです。なんか聞いたことない、しゃっくりが出るときはなんか横隔膜がおかしくなっちまってるみたいなこと聞いたことない？で、横隔膜っていうのは膜ってついてるんだけど、ペラペラのなんかこんな膜ではなくて、人間の中の大きな筋肉の一つなんです。内臓の中にある筋肉の一つ、焼肉でいうとハラミですね。美味しいハラミね。人間もこのハラミ、横隔膜っていうのがこうドーム型についているっていうのがすごい大事なわけ。ちょっと写真じゃなくて絵でも出すとこんな感じ、ドヤ横隔膜があると思うんですけれども、こういう風に横隔膜っていうのついています。で、横隔膜はこういう風についていて、これを動かさないまま肺で息を吸うと上に肺が膨らむわけですよねって、なんだけれども、じゃあ腹式呼吸の時はこのね横隔膜がポイントで、この子をドーム型になっている横隔膜をギュギュギュッと下に下げるわけです。するとどう？肺の膨らむスペースが広がるよね。だから、たくさん吸えるんだけれども、横隔膜が下にググッと下がることによって内臓がググッと下に追いやられて、その結果お腹がボコッと出るよという理由なんですよ。まず腹式呼吸、ややこしいでしょ、お腹で息吸いそうじゃん、なんだけれども実際はお腹に空気が入ってるわけじゃなくて、横隔膜を下げているから内臓が押しやられてお腹が出るんだよってことをまずは分かっておいてください。なんで腹式呼吸をしなくちゃいけないの、楽器を吹く時の呼吸は腹式呼吸じゃなきゃいけない理由、まず一つ目は単純にさっき言ったようにスペースが広くなるよね。肺が膨らむスペースが広くなるからたくさん吸える。で、二つ目は脱力、これが大事。どう、楽器吹いてて力をいっぱい込めて吹きなさいって言われることなくない？ないでしょ、言われたことある人いる？いないよね。やっぱり力を抜くことによって音も柔らかく美しい響きの音になるし、もういいこと尽くしなんですよ。やっぱり楽器が上手になるためには脱力はめちゃくちゃ大きいポイントです。じゃあ皆さん胸式呼吸意識して高い声出しながらちょっと吸ってみてください。どう、力って入らない、って入るとどう、ここにすごい力入るの分かります？へってやるとね、で、こんな力が入ると喉も締まるし、たくさん吸えないし、ここにあって力が入ると、わってここにも力が入るし、ここに入るとここに入るし、ここに入ると手にも入って、早いパス性でも、なんかうまく動かないみたいになるんですよ。体って全部つながってるから、何か力が、変な力が入ると、全部悪い連鎖していって、楽器を吹くときに本当いいことがね、一つもないんです。
だからまず脱力したいです。じゃあ腹式呼吸脱力できるのかいって思うかもしれないんですけれども、皆さん普段生活してて腹式呼吸になってる時があります。知ってる人もいるかな。寝てる時、寝てる時は自然に腹式呼吸になってるわけよ。で、正確に言うと体が横に仰向けに倒れている時、人間は自然に腹式呼吸に切り替わります。あと赤ちゃんってさ、大体寝てるじゃん、まだ歩けない時。赤ちゃんの中ってすごい動くんだよ、見てみて、あいつらはみんな腹式呼吸行ったんだよ、みんなも生まれた時は腹式呼吸から。で、大きな声を出す時はで、それよりはぁーっとしてわーって言った方が大きい声出ますよね、出るんですよ、じゃあ赤ちゃんさ、また赤ちゃんの話だけど、あの人たちめちゃくちゃ大声で泣くでしょ、もうこの世の Y みたいに泣くでしょ、ういやーってね。でもあれはもう、あと泣くとき見ててほしいんだけど、はぁーってめっちゃ吸ってなーって泣くから、あれはね、ほんと腹式呼吸めちゃしてるなと思ったら、私はよく赤ちゃん見ると思うんですけど、それぐらいやっぱり力を脱力して抜くと大きな声が出るし、楽器で言うとじゃあたくさん息が入るから大きな音が、まあ大きい音を吹くことだけが大事じゃないんだけれども、まずリラックスした状態で最大限息を吸って楽器を吹くっていうのが大事なわけよ。だからまずそのたくさん吸う、脱力、どっちも揃ってるのが腹式呼吸ということになる。さあじゃあね、次は具体的にどうやったら腹式呼吸できるのっていうところなんですけれども、まあ、今寝っ転がれる、こう寝っ転がれる状況にある人はぜひ寝っ転がってもらうとお腹がこう膨らむの分かります。あとはじゃあこう立っていただいて、体がある一定以上こう倒れると腹式呼吸になるんですよ。例えばこれぐらいとか、すんごい膨らむから、見える、見えないか、これぐらい、めっちゃ頭下げて、めちゃくちゃお腹がね膨らむわけですよ。なので、寝たり起きたりするのちょっと大変だから、こういう風にね、体を倒すじゃん、倒して吸って、おおめっちゃ入ってんなーって分かるからさ、じゃあ次は起きて、おお、でこれが分かんない人は倒れる起きる倒れる起きる倒れる、これを繰り返すわけ。あ、ここに入ればいいのね、オッケーオッケーって思って、あ、こういう風になるんだ。このぐーっとこのね、ドーム型になってる横隔膜をニョッとやるイメージで吸うわけよ。はい、でこうして、まあこれがね、私は一番手っ取り早いと思ってる、分かりやすいし、でプラスできたら座ってままでもできるようにする。これがまず一つ目。これで大体の人はできるんじゃないかなと思うんだけれども、次が結構大事で、これはね、みぞトレと呼んでいます。みぞ落ち。みぞ落ちってみんなどこだか分かる？この殴られてるブルってなるところ。息できなくなるところ。この辺。この辺ね。ここを、ギュ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 と、息を吐きながら、閉じていくイメージ。めちゃくちゃ筋肉使うんだけど、息を吐きながら、ここをギューッとつぼめていってください。で、息が全部吐き切るまで、もう出ないってなるまで、吐いて。そして、力を抜いて息を吸う。すると、お腹がふーっと膨らむんですよ。これをやると自然に腹式呼吸になるの。ちょっとやってみて、もう一回いくよ。ここを締めるんだよ、ここ。こっちに締めるんだよ、こっちにね。締めます、出します、息がなくなるまで出します。でしたら自然に吸うだけ、吸います。おお、めっちゃ吸えるわけで、これがすごく大事で、でさっき言ったみたいに、胸式呼吸の時は肺が上の方に膨らみますよって言いました。で、横隔膜をグッと下げる腹式呼吸では下にも膨らむからたくさん吸えるようになるって話をしたけれども、そんなさ、上と下にばっかり伸びるわけないじゃん、はい、って風船と一緒だから、このフーってこう全体的に広がるはずなわけで、腹式呼吸なんとなく分かってきたら、みんなには、背中の方までとか
横もふわっと肺が膨らむイメージ、この体の厚みがふわっと膨らんじゃうぐらいのイメージで、ここだけじゃなくてこっちにも息がすごい入るね。なんかね、ここも膨らむんだよ、触ると見えるかな、でもここ触ると分かるんですよ、横にも広がってる、後ろにも広がってる感じ、だから風船が上と下だけじゃなくて全部に膨らむ感じを掴むことがもう何より大事、うん、溝トレめっちゃおすすめ、ここをシューまず吐き切って下に入れるって感じ、グッと下げてね、背中に息を入れるイメージを持つことがすごく大事です。そしたらちょっとあのいろんな方法があるんだけれども、まあブレスを吸って吐いて吸って吐いてっていうのをちょっとやってみるね。わかるか、いきます、まずは吐きます、そしたら吸います、したらなるべくこれが一瞬でヒューってへこまないように吸ったら、なるべくキープ、そしたらまた吸います、その時に息のスピードが一定になるように OK、 こんな感じでやってほしいんですけれども、じゃあ皆さん両手を出してこんな感じで手を置いてください。でこの時に腹式呼吸、今言われたことを意識して吸ってみた時に、上の方の手が先にちょっとでも反応する、動いてるな、お腹よりも先に上がってる、もしくは吸った時に下の手がこっちにへっこむ、どちらかになってる時は胸式呼吸になってます。こんな感じね、腹式呼吸の時はこちらは動かずにこっちの手が、お腹が膨らみます、こっちの手が膨らみますね、こんな感じ、こっちは動かないわけ、こんな感じ、まずこれできてるかチェックしてみてください。で息を吐いて、吸って吐いて、たくさん吸って一定の息がしちゃる必要は別にないですけど、はっってやるとすぐ出ちゃうから、楽器を吹いてるイメージで息を吐くっていうのをやってみてください。さあいかがでしたでしょうか。もう楽器は今日は使ってないんだけれども、腹式呼吸分かりました、できるようになったっぽい、分かった、意味がね分かってやるのとなんとなくやらされるのとでは大違いですから、皆さんね、ぜひこの腹式呼吸マスターしてくれたらいいなと思います。でね、ここからはもう普通に私の話になっちゃうんですけれども、私身長が157センチなんですね。でそんなに大きい方じゃないので、まあすっごい大きいさ男の人とかとはやっぱり肺の大きさって絶対違うと思うんだよね。でこの動画を見てる皆さんもどんな人がいるか分からないけれども、例えば背のちっちゃい中学生とかもいるかと思います。サクソフォンじゃなくてフルートとか逆に大きいチューバの楽器の人が見ててくれてるかもしれないと思うんだけれども、やっぱり人の体ってそれぞれ違うんだよね。で私も、まあ、それなりにやってきて、音楽大学に入ってもっとより深くサクソフォンという楽器と向き合って、やっていた時に男の人とかの演奏、自分の師匠とかの演奏を聞いたりとか、男の人との演奏が圧倒的に息が違うと思ったので、私には息が足りないってもうバーンって分かった時があってさ、その時にもうやっぱり息が大事なんだってすごく痛感して、そっから私と息との戦いが始まったんだけれども、まあそっからいろんな吸い方、使い方、吹き方とか改善を重ねて今の奏法にたどり着いたんだけど、もう本当に苦労しました。2年ぐらいかかったかな、あ、これだったらいいかもって思うまで2年かかった。なので逆に言えばね、もっと早い段階で息がどんだけ大事かっていうことを感じてたらもっと早く上手になったかもしれないのにって思うわけですよ。なので腹式呼吸、ただ腹式呼吸って思わないでほしい。本当に楽器に直接つながるところなので、吸うだけなのにだよ、本当に大きなつながりがあるので、今
って思ったタイミングで多分この動画を見てくれたりとか検索が来てもらってくれたりしてると思うんだけれども、このきっかけをぜひ逃さずにね、腹式呼吸マスターしてくれたら嬉しいんじゃないかなと思います。そしたら絶対楽器上手くなるから信じてやってみてください。ということで、皆さん腹式呼吸マスターしてサクソフォン、それ以外の楽器管楽器も一緒に上手になっていきましょう。またね。